どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回のテーマはこちらです、うん、じゃん。サンクチュアリの好きなセリフランキング。はい、はい、まあ、そうですね、うん、こう、熱いセリフが多いのかな、どっちかっていうと。そうですね、うん、うん、まあ、なのでね、結構まあ普通の会話でもね、こうちょいちょいね、なんか変なセリフとかも出てくる、うん、まあ、変なセリフは確かに多いですね、はい、その辺ね、ちょっとランキング形式で見ていきましょう。はい、僕の第3位はですね、はい、石原とね、北条がまあくっつくわけですけども、はい、北条がね、暴力団辞めて、うん、帰って結ばれてね、で、石原の部下の尾崎はね、はい、石原のことが好きだったんですね、はいはいはい、それをね、都会が、うん、それを気づいてて、はい、好きだったのかっつって、まあでもあの人の幸せだったらいいよみたいなことを尾崎が言った後に、都会が、今日は俺がお前にキスしてやるよっていうね、優しいですね、都会は、うん、都会は好きな、うん、惚れた男にキスしちゃうんですよね。あ、そうね、はい、うん、だからこの石原の今日のお前には惚れたぜってことでしょうね、うん、そうね、うん、尾崎もね、いいキャラなんですよ、うん、尾崎はなんか、うん、尾崎が裏切る会があっても良さそうでしたけど、まあね、尾崎は従順でしたね。従順、うん、北条には田代、うん、石原には尾崎っていうね、うんうん、でも 石原がね、北条のこと好きだから、うん、やっぱ北条の手助けもしちゃうんですよね。そうね、うん、そうなんだよね、途中からも本当当たり前のように仲間みたいな感じで尾崎もいますからね、うん、だからもう、うん、変な書ですよね、本意書自体が。尾崎はどういうポジションなんだろうな。うん、尾崎は所轄、まあ、いった所轄の普通の刑事ってことですよね。うん、うん、あそこに組対なんかみたいなことの、うん、でも ある程度のポジションじゃなきゃあんな ねずっと石原にべったりですから。そんなやついない。六本木署ってあそこでしょ、あの六本木の駅出てすぐ左のところでしょ。そうそうそう、はい、六本木通りのね、あんな、あそこで撃たれてんこうに、北条は。そうですよ、あそこで繰り広げられてんの、うん、恐ろしいですよ。じゃあ私はこれですね、うん、その関東のね、なんかまあヤクザ組織が3個に分裂、 3対3対3みたいになってて、はい、うん、で1個がね、まあ亡くなって、もう1個どうするみたいになった時に、うん、まあ俺たちは動かないみたいな、はい、まあ、様子を見ようって言った時に、うん、北条がね、うん、まあ、部下たちにね、指図してね、敵がね、殺しに来たみたいな感じで、まあ相打ちさせるみたいなことですよね、はいはい、はい、それをやった時にその部下たちが戻ってきて、うん、北条さんこれでいいんですかって言った時の北条のね、うん、とても主人公とは思えない、うん、じいさんどもは汚ねえけど叩かねえと動かねえからな。まあ、北条はそういうところもあるんですよね口が汚いというか、やっぱりね、うん、じいさんこれ言いたいですよね、まあ、確かにね、じいさんでもケツかっこいいな、じいさんでも汚ねえケツ叩かねえと動かねえからなこれいいページですね、うん、右に波動がね、波っていう文字と左のこの遺産家のやつもいいですね、うん、やっぱこういうね、じじいとかに対して辛辣なセリフ言いますから、北条結局ね、じじいどもが気に食わないわけですからね、まあね、うん、人間のね、うん、そういう意味でもジェノサイド超えてますよね、こいつもやってることはかなり汚い時ありますよ、めちゃくちゃ汚い時よ、うん、やってますから、最初は特にね。そうですよね、うん、はい、じゃあ僕の第2位、はい、こちらですね、伊佐岡の高専初代首相は浅見千秋を置いて他にないと、最後のね、最後にね、伊佐岡がついに認めるわけですね、はい、まあ、どうせ周りはね、どうせ自分がまたそれいいとこ行こうとしてんでしょっつったら、もう、うん、まさか堂々とね、うん、千秋を押すっていうね。だからね、まあいいセリフではありますけど、うん、はい、やっぱ伊佐岡は伊佐岡らしく最後死んでほしかったね。変な好き方だよ、その話伊佐岡のこと最後は、いや俺はこれで良かったなって思いましたからね。折れちゃったんですよね、伊佐岡はね、伊佐岡もついに認めたかっていう、かっこいいじゃないですか、これは、まあね、そっちの方が、うん、でも浅見は死にますからね。まあね、結局誰になったんでしょうね、伊佐岡かなダメかカリアじゃない、カリアかね、うん、もしなるとしたらカリアだったらまあ、うん、やってくれそうかな。じゃあ俺は、はい、石原が、うん、
石原好きですね。副所長が、うん、あのまあね、北条にこの関東のね構想を3日以内には収めたら、うん、私はあなたに抱かれてもいいわみたいな。あ、はいはい、ありましたね、はい、で北条が3日で収めちゃうんですよ ね、はい、実際ね。でホテルにね呼んでね、うん、で石原はねこうブルブルじゃないけどそこに行ってね、あの時の石原は本当ね、そしたらシャワー浴びてる、シャワー浴びてる、浴びてくるみたいな、ね、うん、感じでね、北条がシャワー浴びていっちゃうんです。そこでね、ちょっとカタカタ、やっぱり処女なんでね、まあね、初めて抱かれると、はい、もちろん北条のこと好きですけど、うん、処女なんで、うん、そしたらね、パッてシャワーから出てきたらね、うん、北条がね、スーツに着替えてて、まさかのえですね、今日やんないのみたいな。この前、うん、まあ前に会った時にね、ちょっとね脅しちゃったとか、俺もやり方汚かったから、うん、今回のこれでチャラだみたいな、はい、でも今度また会おうぜみたいな感じになった時、うん、石原はこう部屋から出て行こうとするんだけど、その時に今銃があったら私はあなたを撃っている。なんかこうどういう感情かちょっとよく分かんないんだけど、うん、まあ多分こんなに私が覚悟してきたのに、まあそういうことですね、抱かないなんて、うん、あなたは女をバカにしてんのみたいなことなんでしょうけど、うん、ね、傷つけられたっていうことですよね。それでも、まあ、好きだから、まあね、もてあそぶのもいい加減にしなさいよっていうことなんでしょうね、自分の。まあ、だからまたじらされちゃったしね。じらされちゃったのは確かにね。じらされちゃうのよ、吉岡は。石原ですけどね。石岡、石岡だね。伊沢岡と混ざっちゃってました。そうか。私が銃を撃っていたら、え、まあ、どういうセリフか確かによくわかんないです、うん、アメリカっぽい言い方ですけどね、なんか、うん、なんかプライドが高いのかな。まあ、プライドは高いですよね、うんうん、はい、じゃあ僕の第1位はですね、はい、都会ですね、都会のセリフです、はい、あの都会がね、九州からその神戸、はいはい、山王会をこれから潰しに行こうという時に、その九州のね、誰でしたっけ、大西さんかな、ね、に、まあ、俺はその九州を守るっていうお題目あるけど、お前はなんでこんなことができるんだと、うん、神戸山王会に立ち向かえるんだって言ったら、強いて言えば愛かなってね、うん、これをね、しょんべんしながら言うわけです ね、まあ、ね、海に、うん、都会はもう奥さんもいないから ね、そう、うん、愛の男なんですよね、都会は、うん、もう北条の夢のためだけに生きてますからね、うん、そう、うんうん、こいつはね、うん、やっぱ都会はいいですよね、うん、あ、愛にしただから意外と俺都会死ぬんじゃないかなって思ってたけど、うん、そうね、うん、死ななかったよね、うん、何回も死にそうにはなりましたけどね、うん、だそういう意味ではこの漫画で結構し、うん、もっと主力人物殺してもいいじゃん、うん、まあね、でも意外と殺さないよね。そうだね、だから田代だって死んでもいいし、うん、ね、うん、都会だと、ね、誰かが死んで本当に、うん、うわーみたいなのがあってもおかしくなさそうですけども、それないんですよね。ないんですよ、うんうん、本当なんかこうなんていうか、仲間の人は誰も死なないんですね、うん、仲間は誰も死なないんですよね、うん、まあ、だから瀬川はこうぐらい、まあ、だから裏切ったやつは死んでる、うん、まあ、裏切らなきゃ大丈夫なの、うん、そうね。じゃあ私はこれですね、はい、まあやっぱこの漫画こうだったんだっていう最後にね、まあいろいろあって終わってね、はい、で、まあ伊佐子がね、うん、あさみに総理大臣はあさみだっつって任命した後にね、はい、うん、市島さんとね、市島さんとね、あ、はいはいはい、初代ね、うん、裏表のね、はい、二人がね、うん、私たちはね城を作ったと、うんうん、でもね私たちに作れるのは城だけだったと、うん、結局あの二人の心の中にこそそのサンクチュアルはあったっていう結論ですよ。まあね、結論です。なんかそうですね、まあそうなんですけど、はい、結局は、はい、結論きました、うん、最後まとめ言ってくれました、あいつが、うん、だから要するにこうなんでしょうね、二人で気づけたのはまあね、城、まあ、外壁からね、うん、守るぐらいのものだったけど、うん、あいつらはもう誰にも怯えられない、うん、聖域を作ってたんだな、それが二人の世界ね、二人だけのことだったんだなっていう、うん、そういうことですよね。まあ
ぶっちゃけ言うとよくは分からないんですけど、まあとにかく締めの言葉ですよね。そうですね、なんていうか、うん、はい、サンクチュアリはそこにあったんだと、うん、まあね、で結果的には国民一人一人が国のことを思うような国にしたかったってことだね。まあだからそういうことですよね。それ成し遂げたってことですよね、浅見、うん、ね、それはね、まあやっぱ 93% のその、うん、ありましたからね、最終的には。まあ確かにね、この、うん、これもね、おかしいなと思いますよ、この総理大臣制っていうの。そうね、確かにね、うんうん、大統領制でいいんじゃないかと思うけど、うん、国民がね、直接投票して、うんうん、それができないっていうのはおかしいですよね。本当よくわかんないもんね、今の、うん、うん、その選挙行け行け言うけど、選挙行って何に投票すればいいのっていうのはすごいありますからね、うん、まあだからちょっと俺もね、立ち上がります、うん、あ、そう、うん、あ、できました、心の中に、心の中に参加者ができたんで立ち上がります、うん、そうか、俺は表の道行くんでお願いします。なんで俺行くんだよこの年からしんどいよ俺今から手差して俺入れてください言えないよそれは。お願いします、40すけどって都会にぶん殴られて入れてくださいって、うん、お前もいただきます言えないだろいただきますって言うよ、ね、はい、好きなセリフはこのようなので、はい、ぜひ皆様漫画読んでみてください、お願いします、はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。どんな方なんですか。香港の人間だ。香港、お嬢君、君が何をしようとしてるのかは知らん、だがね、香港にだけは気をつけなさいよ。香港の人間は一筋縄じゃいかんよ。はい、わかりました。でもなんでおっぱい見せたんですか。傷ね、傷。どうもありがとうございました。